にちは。ジョイカルオビール参拝してるの野口です。今日は平成11年日産シルビアスペックRの当社の在庫車両の紹介をしたいと思います。ではどうぞ。はい、ではこちらの平成11年日産シルビアスペックRの紹介をしていきたいと思います。まず外装が車外のフレアロとなっております。でリアスポレスで、なかなか渋い仕上がりになっています。足回りは車高調入ってて、あと車外アルミがついてます。あと、車外マフラーですね、もついてます。はい、で、前回ってもらうと板倉も前置きのところがついてます。回転も普通に仕上がってるので、このまますぐ取り出せるような感じですね。で、中見てみます。スペックあるとターボで6速マニュアルですね。で、純正オーディオついてます。で、ウエストペイが車外のものがついてます。内装も小綺麗に仕上がっているので、余計な、ごちゃごちゃした配線類だとかもなくて、個人的に僕はこういう方が、自分の好みに仕上げることできるのでいいんじゃないかなと思ってます。ちょっとエンジンルーム見てみますか。エンジンルームは、車外のエアクリーナー、これブリッツかな、とあとエサレンジですね。はい、今なかなか店頭でスポーツカー買えるっていうことが少ない時代です。でましてや、FR のスポーツカーを置いてるとこも帯広でもだいぶ減ってきてしまっていて、ちょっとうちのお店の今年の試みとして、やっぱり店頭でスポーツカーを置いて、よりそのスポーツカーの楽しさを伝えていこうっていうコンセプトもありまして、こういった車両を置くようにしてます。でこちらの車両も店頭で常に展示してますので、ぜひ一度ご覧になりに来てください。よろしくお願いします。はい、在庫の日産シルビアスペックRどうでしたでしょうか。すごい車綺麗ですし、走行距離も少ないので、ぜひ一度店頭の方に来て、シートに座ってみてください。よろしくお願いします。またあとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあね。